ジョンカイ・ケネディ・スタジアムは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに、かつて存在したスタジアム。旧称は、セスクセンテニアル・スタジアム、フィラデルフィア・ミュニシパル・スタジアム。1926年開場。1992年、閉場。1926年のアメリカ独立150周年、記念博覧会の開催を契機に建設。 NFL のフィラデルフィア・イーグルス本拠地、リバティボール、アーミー・イコール・ネイビー・ゲームがそれぞれ開催された。1963年のジョン・カイ・ケネディ大統領の暗殺で、スタジアム名もフィラデルフィア・ミュニシパル・スタジアムから、ジョン・カイ・ケネディ・スタジアムに変更された。また、ボクシングの試合でも、ジーン・タニー対。 ジャック・デンプシーの世界選手権試合では12万557名の監修が見つめた。1985年には英国ロンドンのウェンブリー・スタジアムと共にライブエイドの会場の一つとしてビートルズ、ローリング・ストーンズ、ポリス、U2、マイケル・ジャクソンらもコンサートを行った。1989年に建物の老朽化などで平常。 1992年に解体し、跡地にはウェルズファーゴセンターやリンカーンフィナンシャルフィールドが建てられている。ありがとうございます。